みなさんこんにちは、ねねです。キッキーですわ。キッキー、今回はデザフェスの絵を描いてみたいと思います。絵の具を湯蔵屋で買ってきました。昔買った携帯です。これだ。ねねの絵の具でかわいい。じゃあこれに描いていきます。ねねのイエーイ。これがキキボです。これがアルペ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 よし、じゃあこの塗り絵が楽しみ。スタート。エンド。何細いの、これこれ細いの使う。細すぎる。今日は何描いたの。低い鳥です。今日は低い鳥。キキ、これに描いてるからね。うん、Thank you。待って待って、使い方がここにさ、絵の具出さってそれで塗り塗りするんだよ。で、最初水で濡らすの。最初でちょっと水で濡らした方がよく伸びるかも。で、あんまりつけすぎると薄くなる。やだ、はい、ラメ入り。やだ、ラメ。キキ、そこに出さないで、こっちこっち。こっち、うん。じゃあ、キキも筆で塗って。これなんか低い鳥の足見えない、これ。あ、見えるかも。じゃあ、茶色。もうちょっと、お水をつけてあげたほうがいい。低い鳥は慎重に描かないとね。ね。何描いてんの、キキは。じゃん。キキの世界は。キキは何描いてんの、これ。ピンク。あ、ピンク。茶色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 。一回首も描かないとね。うん、そうだね。こういう感じ。メス描いてるからね。おメスの方が色が派手で大きいんだよね。うわ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 、ベタベタする。不思議な可愛い色がなくなって悪いやつになった。カフェラテみたい。カフェラテっぽい。カフェ、カフェにありそうなジュースね。なんでなんでそうなった。キキは手を洗いに行きました。じゃあネネは面白い話をしてあげます。じゃあまずは、よく低い鳥って流行ってんですけど、あんまダチョウの方流行ってんですけど、低い鳥に憧れるっていうのが、まあ、なんかあんま低い鳥流行ってないんですよね。あんま流行ってないから、私が低い鳥を描いてあげるんです。見て、すごいんですけど、キキのパレット。まだ、よし、色がやっとできた。何の色作ってきたの。低い鳥は描いたから、うん、この色を塗ろう。うんうん、キラキラなんだよね、ちょっと。めっちゃ混ぜたね。何色って言うんだろう、これ。グリーン。グリーンとブルーとキラキラと。やっつけた。ママ。はい、やっつけて潰した。あ、ある。わ、すごい。低い鳥だよね。うん、これが顔、首、お腹、体、喉、足。ママできた。じゃあ完成をお願いします。じゃじゃーん。近くで写したりとか。どう？すごーい。あれ、真夏のデザインフェスタで売るので、ぜひ見に来てくださいね。ねね。ねね、頑張って描きました。見てます。うん？あれ。あれ、ねねも、買いに来てくださいって。買いに来てください。また見てねー。